浜比嘉島の東側にある比嘉集落では、数え88歳を境に人が生まれ変わるとされるミーガヨーという珍しい習わしが古くから受け継がれています。今年は山根清雄さん、富子さん夫妻が十日町を迎え、集落で十数年ぶりにミーガヨーが行われることになりました。旧暦8月8日を控えたこの日、夜遅くから親族や地域の人たちが山根さんの自宅に集まってくると、仏壇の前に布団を敷いて白装束をまとった山根夫妻が横になり死んだふりをします。そして午前0時となり、日付が変わると取り囲んだ親族らがミーガヨーと泣き叫びながら2人を起こします。十日町を迎えた山根夫妻はこれで新たに生まれ変わったことになり、参加者とともに勝ち足を待って喜びました。嬉しいです。もうコマガンチャーがたくさんいて今日はとっても良かった。健康の秘訣なんかは、別にビールは飲んで一本飲んだらもうこれで上等です。とてももう嬉しく思っています。足が不自由ですけど、それでもちょっと歩き歩きして120歳まで元気にいたらと思います。久しぶりに行われた風習ということもあって、集落を挙げて2人の十日町を祝福しました。